はい、さあということで今、こちらの方に端末が来ていますので早速、プレイをしていきたいなと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。あーもう好き。すごいですよこれ今選ぶ画面なんですけど、これは、はい、奈落のワールドマップ画面です。すごいもう世界観が、この絵本みたいな感じしてきたな。すごい。じゃあ早速いきたいと思います。ネクストの、はい、はい、おということで今パーティー、お今この場にいらっしゃる皆さんがちょうど入ってるパーティーなのかな。おはい、すごい用意しておりますので。じゃあ2人私いますね。あ、はい、本当だ本当だ。ミュートンスバトルじゃないからな、はい、ではでは早速じゃあ行きます。はい、本日はこの奈落を進む冒険の部分をぜひ見ていただければと思っております。うそうですね。こっちはすごい。これユーザーさんがやっぱ一番遊ぶ時間が長いところですもんね。はい、ストーリーシーン以外に、うん、やっぱここのダンジョンを冒険するという部分が一番時間として長いのかなと思うので、めちゃめちゃ直感的に動けますね。こうタップしていきたい方向をすると、え分かれてんじゃん道どっちも。あれ本当だ。待って、でももう敵いるじゃん。あ本当だ、ね、左いますね。 どっちの運命を選ぶの。あもうこの段階でそういうものなんですか。本当だ。そういうことか。いやまあでも男の子はやっぱ宝物が欲しいんですよ。僕にあるものいいですね。そう、まあ、じゃあこれを取りに行くためこちらにちょっと。そして皆さん多分これ見てくださってる方はもうお気づきかとは思うんですけど、右下にアタックのボタンが。気づくのは早い。本当だ。いやこれをね見てくださる方はきっと本当ゲームな、ゲームがお好きな方ばかりだと思うんで、もうお分かりですね。攻撃します。こういう風に、あ、落ちた。ちょっと、あ、実際だったらあれが当たるんですよねきっと。はい、プレイング次第で当たる。なるほど、はい、プレイング下手くそだったな。お、そう、すごい、なんかいろいろなコマンドがわーっと出てきたんですけども、これはじゃあもう、この状態ですぐ戦闘、ね、はい、もうじゃんじゃか押してみてください。あ、わかりました、じゃあ右のこれかな、押してみよう。光ってる。あ、すごい、かなり直感的に押したら攻撃してくれますね。はい、結構もう気持ちを超重視して今回、なるほどなるほど、バトルの方は設計しておりますので、あ、こうやってターゲットを選ぶこともできますね。そうですね、はい、左下に敵と味方と含めて行動順で並んでいるって感じになってるので。なるほどなるほど。あ、じゃあこの行動順をいかにこううまく使っていくかっていうのがかなり大事。はい、結構そこら辺はちょっと思考を求められる感じですね。じゃあ行ってみましょう。あら、届いた。おお、倒した。倒せると反撃されずにそのまま。なるほどなるほど。これちなみに攻撃できる回数とかってあったりする。そうです、こう右の方に3ってあると思うんですけ ど、 あ、なるほど、これ攻撃ごとに使うポイントが変わっ違ってるので、うんうんうん、合計3ポイント分攻撃ができるという感じです。なるほど、1、2、3って書いてあるやつですね、はい、じゃあもうガンガン1で数投げるのが好きなので。あ、強い。すごい爽快感が。今回なんですけども、これ RPG を作ってるスタッフに加えてですね、はい、今回アクションゲームとか、あ、はい、そういったものを作っているそのスタッフも今回ちょっと集結してやってますので、うん、結構やっぱボタンを押した後の気持ちよさ相当こだわって作ってますので。なるほど、はい、すごいいいとこ取りですね本当に、うん、普段ゲームあんまりやられない方でもこうなんかやってて気持ちよくなれるというか。そうですね、本当にもうなんかさっきちょっとその考える要素とかもあったある話しましたけども、はい、まあ、それ以外本当にもうボタン連打しててもすごい気持ちいいっていうところを目指して今回バトルの方は作ってます。なるほどなるほど。お、勝った。お、うわ、いいですねこういう経験値の。はい、あ、レベル上がりました。あ、レベル上がった。いい、バトルでレベル上がりもなんかすごいグッときます。そうです、本作あのスマートフォン RPG なんですけども、はい、いわゆる合成素材みたいなその経験値素材みたいなやつは一切ないので、本当にそのバトルでレベルが上がっていくと、まあ、なるほど、まあ、普通のことかもしれないですけども、はい、うん。お、じゃあ早速だからも、おーっと、また出てきます。敵が現れた。じゃあガンガン倒していこう。お、当たった。あ、よかった、ヒットって出たね。畳みかけるぞ。こうするとじゃあ有利に動けるっていう感じなんですね、はい、先制攻撃が入ってダメージが。あー、なるほど、敵多いですね。ちょっとマヤが、じゃあ前はガンガン行くぜ。あ、前はめちゃくちゃ強い。さすが。え、こんなに前は通常攻撃いいですか。今のちょっとクリティカルヒットしたのかな。あ、はい、そういうことか。すごい、うん、2匹目はちょっと2発必要でした、ね、なるほど、はい、なんかじゃあこのこの敵にはこの攻撃が強いみたいな有利不利みたいなのがあったり。そうですね、このその残攻撃が効くとか、うんうんうん、その打撃攻撃が効くみたいな弱点をちょっと考えながらやっていくみたいなこともあります。なるほど。しかもキャラによってその攻撃の射程が違ってたりする、はい、そうですね、銃を使うキャラは遠くから攻撃できたりみたいな感じで距離も結構重要になってくる局面もありますね。
なるほど、範囲攻撃がここで生きてくるわけなんですね、この移動することによって。そうですね、敵をうまく巻き込んで、逆にその敵に巻き込まれないようにうまく分散してみたいなところの立ち回りも必要になってくる時があります。あ、これいいな、レベル上がるの最高ですね。みんな楽しそう、サクサクですね。すごい気持ちいい。あ、何、宝箱？うん、珍しい武器。これ毎回その同じ武器が手に入るとかそういうものではないんですか？あ、そうですね、この武器は毎回ランダムで手に入って、で武器ごとにそのちょっと強いやつもあったりみたいな感じで、なるほど、結構チクチクやって楽しい感じになってます。お、なんか始まった、イベントですかね。そうですね、まあ、これちょっと序盤のステージなので、これ薬草のチュートリアルのドラマなんですけ ど、まあ、こんな感じ、その冒険をしている最中にもこうやってストーリーがまあ入ってきて、まあ、物語が進んだりといった要素もあったりします。お、絆が、絆の物語、これさっき見ていただいたキャンプのシーンですね。これ、はいはいはい、ボス倒した後にキャンプシーンが必ず登場するので、ちょっとそこまで行ってもらえば。あ、これじゃあ、はい、より負けられなくなったってことですね。はい、ぜひクリアしていただいてクロエとの絆を、いや、深めたい、深めたい。じゃあこう何度も同じステージをやる利点があるっていうタクスラ的な要素が。そうですね、まさにおっしゃる通りタクスラになってます。なるほどなるほど、これも普通の話かもしれないんですけども、その武器とかはガチャからは出ないので、本当にこの冒険して敵だったりとか宝箱から取って成長していくというゲームになってます。なるほど、本当になんかタップするだけでも全然爽快感がありますね、はい。結構のボタンを押してからインパクトに起きるまで そのフレームとかも超こだわって作ってますんで。わあ、フレーム、そうか。もうでも本当に順序よく敵を倒していければもう一方的に倒せたりもするんですね、はい、そうですね。ちなみに実はこれ結構ハードな世界観なんで、いざ敵に反撃されると結構ダメージ入る感じになってるので、もうなるほど、うまく攻撃をつないでクリアしていくと綺麗に進めるという感じ。なるほどなるほど、じゃあそのチェインというかその連携を意識して。そうですね、はい、あ、なるほど、つながっていくと左上にそのチェインというのが出て、どんどんつながってる感じとかも感じていただけるので。これは、あ、あれボスです。あ、ボス、ボス、はい、お願いします。いきます、頑張って、いくぞ。お、始まった。ヒロさん、取り切ってらっしゃいます、始めましたあ、これもでもじゃあいきなりボスに行くか雑魚に行くかみたいなのがあるんですね。じゃあ僕はもう雑魚を倒します、性格的に現実、現実にね、現実なボス攻略で、そういうなんかプレイングっていうのも人によって変わってくる。そうですね、はい、なるほど。あとステージによっても、実はこれ確かに雑魚から倒した方がいい時もあるんですが、うんうんうん、今骸骨のところにそのシールドに銃っていうの数字が出てると思うんですけども。あ、出ました、これですね、はい、これがですね、はい、叩くとだんだん減っていくんですが、はいはいはい、これがゼロになる前に敵にターンが回ってくると強力な攻撃を食らってしまうというのがあるので、削り切らないといけない、ね、はい、ボスも叩かないといけないし、みたいな、なんかそういう要素もあったりしますね。ここでじゃあボスの順番とかも影響してくる、はい、あ、これはでももうちょっとボス止められないんで堅実にあ、なるほどなるほど、はい、ザボーか、お、敵も、あー、食らった、結構痛いですね、確かに、あ、なんか状態以上はい、うん、つきました。この後が多分強力な攻撃来ると思う、全員今デンジャーマークが、あ、本当だ、じゃあこれまでに削り切らないといけないですね。あの骸骨を止めないといけないですね。1人でも3回動けるから10回だったらこれを一撃で倒せれば、あ、計算してますね、おー、すごい、一撃は無理だったか、まあでも倒せれば、うんうん、あれ、こうやって削っていくんですね、はい、覚悟しなさい。これはじゃあすべての攻撃が1回っていうカウントでも全部不動なんですか。あ、そうですね、たまにその強力な攻撃の中には複数回ヒットする技とかもあったりもするので、なんかそういったところもちょっと使い分けしつつみたいな、結構まあ掘り出すと結構いろんな要素があるって感じなんですけど、ね、あ、お、なんか右のすごい右下のが光ったんですけど、これはオーバードライブという必殺技です。これでも削り切ってからの方がいいですよね、きっと。そうですね、はい、すごい、ゲーム慣れされてますけど、割れた、レイク、お、じゃあマーヤの、お、いきます、お、打撃、全身全霊の一撃、すごい、おー、すごい、なんか、あ、これ攻撃じゃなくてバフ技なんで、あ、なるほど、あ、じゃあもっとちゃんと選べばよかった、しまった、これでも相手、そうか、うわ、すごい削れる、そうですね、ブレイク中は大ダメージ、なるほどなるほど、
でもすごい本当に直感的にタップでできるのがいいですね。本当にまあなんかあんま考えずに連打してやっても本当楽しいです。楽しいです楽しいです。なるほどなるほど。おい、あ、大丈夫か。なんかマークついてる。おお。うわ。やばいやばい、結構崩れた。めっちゃ怖い。ぶん殴りチャンス。可愛い、ぶん殴りチャンス。攻撃がアップしてる。あ、本当だ。2で4回今殴りました。3回か殴りましたね。あ、でも暗闇のデバフがかかってるから今ミス。来たね、ミスした。本当に。なるほど。これ削り切れるかな。あ、いけそう。今だ。頑張れ頑張れ頑張れ。いけるいける。外さないでお願い。ギリギリ。